はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。クリア率 1% 以下コースやっていきましょう。 1% 以下限定コースをね、前からちょくちょくやってるんだけど、ランキングの上位に入っている人気なコースが結構もうなくなってきてんだよね。このねランキングに入る時点ですごいけど、この105位クリア率がね 0.92%、 ここのねステージをやっていきたいと思います。ザ・シェル・ウィスペーパー、違う、ウィスペーラーはい、英語力ゼロ。それでここどうすればいいんだろう。一応ねなんかコインがあるから、コインの通りに一回行ってみるか。で何もないやん、何もなかったな。それじゃあ上のコインを取って下に行ってみるか。あーなるほど、わかったわかった。まず最初に上の亀に乗らなきゃいけないんで、ここに乗る。 OK で、あははちょ待って待って、こっちで合ってる？中間ポイントなしかな、これ、このステージって。それだったら結構厳しいんだけど。で、ジャンプで、ここジャンプ OK、 うおーよし OK、 よしいいね、よしえ、どこどこ、ここ、あー待って待って、わからん。2回踏んで右のコインね。多分このコースは中間ポイントないな。それでもねしっかりゴールするから、みんなちゃんと見てて。オッチ、オッケー、そしてじゃあオッケー、いいねいいねいいね。でここ2回行って、で右、よし、おおそこで土管に入んの。なるほど、じゃあ土管に入ったら中間ポイントがあるっぽいね。そこまで頑張っていきましょう。ここで結構死んでんだよね、ここ難しいな。いや難しいんだよ本当、このスーパーマリオブラザーズのスキンは。ニューマリとかだったら空中スピンがあるから、空中でちょっと移動できたり耐久できたりするけど、このスキンはね結構空中も移動がしにくいんだよ。 OK、 そしてこのまんまどうしよっか、どこに行けばいいんだろう。まずじゃあこっち行ってみる、ジャンプ、あそういうことね、なるほど。で踏む踏む、オッケー、そして下で右、あーよし届くか、オッケー。え、これ一発で行けたらすごくね、一発で行きたい、一発で一発で行こう、よしオッケー。でここオッケー惜しいもうちょっとや、俺一発でいけると思ったわ、くっそー。みんなにねかっこいいとこ見せたかったんだけど、一発でいけんかったわ。これでいけるかな、ちょっとねまぐれ感あったけど途中で、よしオッケー。この針が難しいよね、嘘ブーとか言われた、ブーとか。やっぱ1回2回、じゃあ行かしてくれないね。あ嘘、ここ難しいよね、ここどうしても俺死んじゃうんだけど。あくまで目印だもんね、コインって。そこに行きゃ絶対クリアできるっていうわけじゃないから、だいたいこの辺だよっていう感じ。見てほら、でもねもうそろそろ多分ここをクリアしたらゴールが待ってるんじゃないかな。多分そんな感じだよね、長さ的に言うと。なんか一番最速クリアした人も50秒ぐらいだったし、そんなにね長いわけじゃないと思う。嘘、待って待って、最後がねちょっとよくわかんないんだよね、結構最後ほんと難しいぞ。で右でジャンプ、 OK、 よし、あ最後土管に入るだけだったんだけど、わかったわかったわかった、あんまり行き急いでもダメってことだな最後。オッケー、これでクリアしてみせよう、これでクリアしてみせて新ぜようじゃないか。これフラグ、フラグとか思ってるでしょみんな。いや俺はね絶対これでクリアしてみせるから。オッケー、よしフラグごめん、でもね絶対次でクリアする。あいや、いつもさバトルとかでも、まあ、こういう 1% 以下のコースとかでもねフラグ立てまくってるとかね言われてるけど、コメントでさ、俺気持ち的にはねマジでクリアする気満々だから、別にね面白おかしく言ってるわけじゃないんだよ、俺気持ちはマジでねそういう気持ちなんだよ。オッケー、よしこれでクリアかな。違う、まだあんの、マジかよ、どうしようこれ、2回踏む、これ2回踏んで、で右に行く、そしてここかな、で OK、 あなるほど、で上のブロックを叩かなきゃいけないんだ。
回踏んで、でここのコインを取ってしっかり叩こう。 OK。 で、お、出てきた出てきた。で次はコインね、コイン。 OK。 ここは2回でいいのかな。 OK。 あ、ここはそんなに難しくなさそうだぞ。 OK。 あ、いやもう俺怒ったわ、俺怒った、俺もうねフラグ立てない、俺もフラグ立てねえから絶対に。もうフラグ立てたらもういけないっていうの分かった。俺はねもう密かにクリアするわ。なんかねフラグ立てたらねいけんわもうフラグ立てんでクリアしてみせるわ。オッケー、きた、よっしゃよし。でもねこのステージハートの数とかで他のに比べたらそんなに多くはないんだけど、めっちゃ面白いからぜひやってみてください。よし、それじゃあ次のコースはこのコース、 MMC スーパースカイフォールセクエル、シクエルでいいのかな。 MMC ってなんだろう、マリオメーカーコースってことかな。マリオメーカーコース3ってことか。じゃあこの人他にもね作ってるかもしれない、1とか2とかで。俺が好きなねスーパーマリオワールドのスキンだぞこれ。 OK。 でここジャンプ、お、なんかそんなに難しくなさそう。あ、判定厳しいな。でこのコース、さっきのコースに比べたらなんかそんなに難しくない気がする。ちょっとしかまだやってないんだけど、さっきのコースの方がなんか慌ただしかったもんね。え、は、どういうこと、今のとこどうやって行くんだろう、ここの亀はどうやって倒すんだろう。オッケー、よし、オッケー、そういうことね。ちょっと右寄りで倒さなきゃいけないってことか。で左、危ない、嘘、これ道覚えんときついな。いや、いろんなコースがあるよね。 1% 未満のコースを今まで結構やってきてるんだけど、クリア率はね全部 1% 未満でもコースのなんていうの、雰囲気っていうのかな、感じが全然違うから、やっぱ楽しいよね、いろんなコースがあってマリオメーカーって。よし、そして左、そしてすぐ右に行こう。で左に行って、ここのパンはさっき取れなかったから、よし、ギリギリで、これは右のスイッチを変えて OK。 よし、 OK、 中間ポイント。そして次は、そう、すぐ休ませてくれないんだよなもう絶対すぐリフトあると思った。よし、それじゃあね、今はすぐやられたけどやっていきましょう。上に踏んで、ここか。そしてこれを踏んで、あのリフトを追いかけなきゃいけないの、もしかしたら。そして、あー、ちょっと待って下のリフトばっか目がいってたらこんなことになっちゃった。で、あのノコノコも左側で踏んで、もう一回パウを踏むって感じかな。了解、それじゃあね続きやっていきましょう。 OK。 そして左で、クリボー、クリボーじゃないや、何だったっけな。で左側で踏んでパウを踏む、踏むじゃない、叩くか。で大砲に乗るか。そしてさっきのリフト、あ、これか、ここで、うそこんな死に方俺は認めない、マジかよ。いや、そういう死に方もねたまにはあるよね。俺絶対大砲今ね踏めたと思ったんだけど踏めんかったわ。で、これのクリボン、クリボンでよかったっけ。クリボンを踏むか。で、亀を踏んで、よし、そして左、オッケー。で、大砲踏む。で、もう一回大砲でしょ、確か。で、ここでさっき死んだんだよな。で、左、そして、おお、今度スネークブロックか、危ない、よし。そして待って、嘘、こんな感じでいいの、危ねえ、よかった、急に起点聞いたわ。よっしゃ、ゴール。最後急にスピンジャンプ来るからほんとびっくりしたでも反応できてよかった。はい、それじゃあ 1% 未満2つのコースをやってみたけど、いかがでしたでしょうか。両方でそんなに難しさっていうのはねやっぱ変わらなかったかな。個人的に楽しいなって思ったコースは最初のコースでした。それじゃあ気になった方はぜひ遊んでみてください。それじゃあまたね。